それではこれからこちらの据え置きレシートプリンタの Bluetooth 版の接続を行います。用意するものはレシートプリンタ本体、 iPad、 レシートプリンタ用接続コードになります。まずは NEXPO 管理画面にプリンタの登録を行います。 NEXPO のアプリを開きましたら、メニューにあります商品管理をタップし、NEXPO ウェブ画面を開きます。ウェブ画面を開きましたら、右上にあるシステム設定をタップします。次に対象店舗の参照をタップします。端末詳細の画面に切り替わりましたら、一番下の編集するをタップします。端末編集の画面に切り替わりましたら、3行目のプリンタメーカーをスター精密 TSP6542 に設定します。モバイルプリンターを設定する場合はこちらを SM の S210i に設定します。一番下にあります実行をタップします。左上に赤字で更新が完了いたしましたと表示されるのをご確認ください。次に右上のログアウトをタップすることによってメニュー画面に戻ることができます。次にレシートプリンター本体の後ろの右側にあります電源プラグ差し口に電源コードを差し込みます。矢印が一番上になるように差し込んでください。しっかりと差し込みます。次にレシートプリンター本体の左側面にあります電源ボタンをオンにします。パワーランプが青く光ったことを確認してください。次に iPad 本体との接続を行います。こちらの iPad のホームボタンを押していただき、iPad のメニュー画面に戻ります。メニュー画面に戻りましたら、設定をタップし、Bluetooth をタップします。Bluetooth をオンにして、緑色になったことを確認し、スターマイクロニクスが表示されていることを確認します。次にプリンタの後ろ側に赤いペアと書かれているボタンがあります。そちらを左のランプが点滅するまで長押しを確認します。次にレシートロール紙の有無を確認します。レシートロール紙がない場合、エラーランプが赤く点滅します。右側についているレバーを押し、カバーを開けます。プリンター本体の付属品のこの黒い仕切りを差し込み口に差し込みます。差し込み口は2つあるので右側に差し込みます。レシートロール紙をトイレットペーパーと逆の向きに入れてください。少し紙を外側に出して蓋を閉めます。ロール紙が正常に設置されるとエラーランプが消えます。これでプリンタの準備が整いました。